車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。よっ。実は、はい、今回特別な車を用意してます、はい、というわけでなんと今回はですね、まあ、そのモータースポーツを楽しむためにはどんな車作りをしたらいいかということで、ひろきさんがなんと1から10までこの車の話、はい、坂戸店の企画でやっていただけると。私の独断と偏見でですね、はい、あの今まで乗ってきたホットハッチの FF で、はいはい、最も衝撃的だった車を今回ご用意しました、はい、ここにチラチラ映ってる車ですね。そうです、はい、僕も実際練習車で、あのこちらもう見えてますけどコルトラリーアート、はい、乗ってるんですよ、はい、乗ったことあります？ちなみに、あの見たことはありますよ。お、乗ったことはないです。でもパッと見てどうですか、はい、印象。いや、パッと見た時に僕実はあの、うん、見た目結構好きで、このヘッドライトの形が結構好きなんですよね。でこれって日本だけなの？コルトラリーアートって海外でも売ってるんですけど、はい、海外だとエボテンみたいな、ちっちゃいエボテンみたいな、見たことないですか？ CZ なんちゃらっていうんですけど、型番があるんですけど、本当にこのサイズ感でエボテンみたいなライトがついてるんですよ、はい、なるほど、はい、それが日本だとこの形になるんで、日本じゃないとこの形のヘッドライトのコルトラリーアートは買えないんです。なるほど。日本限定、はい、あの何馬力ぐらいあると思います？これでもパッと見の印象だと、まあ、スポーツモデルなんで、まあ、130から150あったら結構あるなと思いますけどね。160を超えてきます。160馬力を超えてくる、はい、ちなみにこれ排気量って何 cc ですか？ 1.5 のターボです。 1.5 ターボで160馬力以上で、なんと、はい、マイベックが入ってて。あ、マイベックが入ってて、はい、あのエボ級の MR ですかね、はい、いや結構あのマイベックエンジンって実はその出た当初はホンダの真似してるんじゃないのって、はい、で VTEC っていうじゃないですか、はい、言いますね。で三菱はマイベック、なんか似てますね。似てるんですよ、はい、だからこう三菱はパクったんじゃないかと言われるんですけど、実はそんなこともなく、はい、ちゃんと三菱独自のね、いろいろ開発をして作ったエンジンなんで、ものすごく強度と耐性があるんですよ。なるほど。だって自分の乗ってるの今25万キロのコルトラリーアートなんですけど、はい、もう全開でサーキットとかしばいても全くまだエンジンブローしないですもん、はい、まだオーバーホールもしてないんですか？オーバーホールもしてないです。おー、オイル交換をしっかりやってれば全く壊れないです、はい、なるほど、はい、めちゃくちゃ頑丈なエンジンだしパワーも出てるし、だからコストパフォーマンスが言ってしまえばめちゃくちゃいいんですよね、はい、でなんと今回これはだいたい、そうですね、相場的に言うと60とか70万ぐらいで、はい、出てるんですけど、はい、今回それを買ってきて、なんで100万円かけないで、はい、あのチューニングしようみたいなところで、はいはい、まずそのオーナーさんがあの、まあ、結構これからモータースポーツをやってみたいっていうことで、うん、まずじゃあ安全面から、はい、まあ、やりましょうよということで、まあ、なかなか皆さんあの結構初め乗り始めるとパワー上げたいとかいろいろあると思うんですけど、まず個人的なチューニング方法としては、まず安全面しっかり止まるってこと、車が、だからブレーキであったりだとか、はい、そういうまずパワーを上げる前にしっかり車が止まるってこと、はい、と、まあ、安全面なんで、まあ、ロールバーを入れていこうねということで、まあ、今回そのうちの、まあ、ロールバーをやっていこうかなと、はい、これが 4G1号のマイベックエンジンで、はい、でまあ、特にこれといって他は、まあ、他に細かいこと言うと海外仕様と国内仕様でレインフォースのネジの取り付け点が反転してたりとか、はい、まあ、すごいマニアックですけど、ね、マニアックですね。海外から前置きインタークーラー買われる方は日本仕様のコルトラリーアートには加工しないとつかないので十分気をつけてください。まあ、なかなか輸入される方も少数だと思いますけどね。あるんですよ、イギリスでエアテックっていう車があるんですけど、はい、エアテック車で前置きインタークーラーがあって、はい、ちょっと面白そうだったんで、まあ、5、6万なんですけど買ってみてつけてみようと思ったらネジの位置が反転して違うんですよね、はい、海外仕様と日本仕様。これひろきさんの実体験ですね。そうです、そうです、そうです。とりあえずなんかね、どんどんいじってみたいなっていう欲があったので、はい、でもこの赤いヘッドカバーがこうやる気にさせるデザインしてますよね。そうなんです、はい、まあ、自分のラリー車もついてないんですけどね。あ、ついてないんですね、はい、はい、
まあ、あとこれはタワーバーは純正ですか？これ純正でついてます。そうなんですね。このタワーバーは純正でついてて、まあ、この車は見つけた時になるべく純正のものをまず買った方がいろいろと、まあ、何かを変えた時に変化が楽しめるってことで、まあ、なるべく純正だからエンジン周りも全部純正ですね。エンジンの目の前についてるエキゾーストマニフォールドなんですけど、はい、結構このエキゾーストマニフォールドも車外が出ていて、ここ変えるだけでもう下のブーストの立ち上がり、はい、全然速くなるんですよ。おで自分のも海外から車外の駅間に取り入れたら全然変わりましたね、ブーストの立ち上がりが。やっぱりその盗聴にしてあげた方が排気干渉、まあ、ちょっとマニアックなんですけど排気干渉が割と起こりやすい形状になっていて、純正は、はい、それをなくしてあげるために車外の盗聴エキゾーストマニフォールド入れてもらって、はい、で、まあ、乗りやすく全体的に、まあ、コルトスピードさんとかブラストフルブラストさんとか、はい、まあ、そういったところが、あとはワイヤルアドバンスさんとかがコルトラリアートの専用のパーツ出してるので、はい、結構そういったところでパーツをいろいろ組み合わせるだけでもだいぶ変わります。あ、そしてこれ横見るとやっぱり純正と違うところでいうと、はい、ここに樹脂のオーバーフェンダー、はい、オーバーフェンダーついてて、まあ、これが出てることによってかなりそのスポーティーな印象、最近でいうとまあ SUV 系とかは多いじゃないです か、はい、だから当時からもうこういった形でやってて、まあ、結構そのホイールも全然出せますし、はい、全然なんていうか、格好、個人的にはかっこいいと思うんですよ、はい、中にはこの色が違うの嫌だっていう人もいますけど、うん、僕は個人的にはこれはかっこいいと思う。かっこいいですね、はいはい、そうなんです。であとは、まあ、なんといっても積載量ですよ。でも広いですよね。いや、めっちゃ広いんですよ、はい、だってこれだけまずリアシートが立ってるのに、まあ、これだけ隙間あったらここにまずスーツケース乗るじゃないですか。そうなんです、スーツケース乗るし、はい、人も乗れるし、よくこれで俺ラリー車なんですけどキャンプとかしに行ってて、確かにこれリアシートを畳んだらかなり、これ畳んでみますね、はい、よいしょ、そうです、全然ちょっと車中泊は難しいですけどね。車中泊は難しいですけど、はい、ここになんとドラム缶、まあ、ドラム缶風呂とか好きでよくキャンプで持ってってるんですけど、ドラム缶を、はい、ドラム缶が入ってテントも詰めて、バーベキューセットも詰めて、はい、サウナテントも詰めるんですよ、はい、めちゃくちゃ詰めますね。で、それでもまだ余裕があるぐらいなんで、はい、だからロールバー入ってるんですよ、俺のラリー車。それでいて、そんだけ荷物が詰めるってもうコストパフォーマンス最高なんですよ。そうですね、確かに普段だったら4人ないし5人乗れるし、で、まあ、リアシートさえ畳んでしまえばちょっとした旅行もキャンプもできちゃうっていうところでいうと、すさまじく実用的な車ですね。なんかいろいろいいとこ取りをしようと思うと、はい、個人的にこれ一番今まで乗ってきた中で好きなんですよ。よいしょ、まあ、セミバケなんで乗り心地もいいですね、はいはい、どうですか、シートポジション的にもそんな、まあ、そうですね、まあ、確かに純正より低いなっていうのは感じますけどね、横に純正があるんで、はい、まあまあまあ、はい、でもかなりコックピットとしてもこれ多分自分の位置に調整さえしちゃえば、そうです、よいしょ、あ、これはでも上下しか動かない、ね、そう、上下だけですね、はい、そしてなんとメーターがめちゃくちゃやる気ありますよね。そこまで真剣に俺見たことないですか。240キロまで、はい、だって国産車180キロまでしか出ないじゃないですか、まあ、そうですね、240まであります、はい、どうすか、これだとラリー車っぽくバラバラバラって言ったらめっちゃかっこいいですね。ああ、まあ最近で言うとバブリングって言ったりするんですけど、はい、まあ確かにフルコンとか最近だと純正書き換えの ECU もあるので、はい、まあ後々お客様のステップに合わせてやっていけたらいいなと思うんですよ。だからまずは今回は、まあ、安全を確保しようっていうことで、まあ、ロールバーだけになるんですけど、まあ、多分そのどん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 こう速くしたいとか物足りないとかってなっていくと思うので、そしたら例えばブレーキであったりだとかサスペンションであったりだとかデフであったりだとかっていうことをステップバイステップでやっていきたいですね、はい、というわけで、はいはい、コルトラリアートの試乗ですね。おっと、なんかブレーキが初期強めなんですね。まあ、これ多分車外のブレーキパッドが入ってるんですよ、はい、だからちょっと少しローダウンしてて、まあ、サスペンション自体は純正なんですけど、多分スプリングをローダウン用のスプリングにしてある関係で少し車高は落ちて少し硬い感じですよね。そうなんですね、はい、乗ってみましたが、でも本当に普通に乗ってると、うん、普通でしょ、びっくりするぐらい普通ですね。そうなの、静
かですね。そうなんだ。だって今雨のシャーっていう音しか聞こえないですよ。まあ、普通のコルトですか、ブーストかかってなければ。はい。だからブーストかかり始めるとコルトがリーアートの真骨頂が見れると、はい。マイベックですからね。マイベックですか。可変バルタイですよ。可変バルタイ。可変バルタイって変態ですよね。まあそれに加えて電子スロットルなんで。ECU をワイヤーインで全部やろうと思ったらアンチラグも全然かけられるんですよ。はい。だから本当にラリーとか競技とかそういったところに使うのにはもってこいのかな。もってこいですね。これ何これ、まあ、軽いですからね。そう、ラジオが軽いですからね。さあ、じゃあちょっとだけ、うん、マジっすか。マジっす。すごいですねこれ。今なんかタタタタンって言いました、ね。はい、今雨降ってるからっていうのはあるんですけどいや、今ホイールスピンするなんて思ってなかったですよ。そうですね。いや、すごいんですよ、パリ。まあ、トルクも20キロ以上ありますし、はい、だすごい乗ってて乗りやすいですよ。いや、いいですね、これ。まあ、普通に乗ってると普通なんだけど、はい、アクセル、どうすかね。でも、この車は実は、純正でトルクリミッターっていう制御があって、馬力が出ないようになってるんですよ、パワーがありすぎるから。はい。だからそれを ECU チューニングで取り外すとさらにパワーが出ます。これチューニングしてったらサーキットでもすごいいいタイム出るんじゃないですか。そうそうそう。やっぱりでもフロントヘビーだから、はい、フロントヘビーなりの車体セッティングをするとめっちゃ速いですよ。ちなみになんかタイヤテストとかで、はい、まあ、自分の WRX とこの子を比較して、まあ、下りのステージで比較するとこっちの方が速いですよ。はい、はい、どうでしたか実際乗ってみて。いや、見た目はまあラリアートのマック入ってるんで、はい、どれほどすごいのかと思ってたんですけど、はい、想像を上回るすごさでした。すごいでしょ、はい、普通に走ってるとさ、なんか街乗りのおばちゃんカーなんだけど、はい、アクセルプッて踏むとベベベベって前に行くんですよ。アクセル踏んだ瞬間になんか違う車になりましたね。そう、これがね、はい、ゲテモノ感がいいですよね。だからちょっとゲテモノですよね。なんか見た目はおとなしいけど、そう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 、見た目おとなしいんだけど、はい、アクセル踏むとめっちゃ速いじゃん、はい、裏の顔が出てきますね。そう、でも僕はだから今後のこの車の最後の姿が楽しみでしかならないです。まあ多分最後の姿は僕のラリー車みたいになると思うんですけど、はい、まあ、今回はその最終的に到達するであろう場所ではなく、まあ、第一ステップとしてエントリーとして、はい、じゃあまず安全面モータースポーツやりたいな、はい、でもちょっと危ないんでしょう、危ないとちょっと怖いなって方のためにまずじゃあロールバーというものをつけていって、はい、別にロールバーが入ったからって、まあ、実際に多分そのロールバーついてからも少し乗ってもらうと思うんですけど、はい、実はロールバーが入ったからって乗り降りのしづらさとか実際本当ないんで、嘘じゃない、はい、うん、乗り降りのしづらさとかないんでそこも体験していただきながら、うん、まあ、やっていこうかなっていう感じですよね、はい。で、まあ、横に今多分チラチラ見えてたと思うんですけど、こちらがロールケージですね、はいはい、これは何点式ですか。クスコさんのセーフティ21っていうブランドなんですけど、ボルトオンで6点式ダッシュ逃げです。ダッシュ逃げ、はい、なので定員乗車でしっかり後ろの席も犠牲にせずに、はい、取り付けることができて、はい、でなおかつそのしっかりと安全も確保できるっていう、はい、しっかりそこまで考えてちょっと今回6点式定員乗車ダッシュ逃げを選ばせていただきました。いいですね、はいはい、じゃあ第1弾ですね。まずはそうです、はい、ロールケージ取り付けをお届けしていきたいと思いますので、はい、皆様楽しみにしていてください。車の話番組 YouTube では今回映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。